はい、制作しておりました、ストラップ、テルキャス用のセット、フロントとリアという形になります。フロントはカバー付きで少しヴィンテージっぽいこもった音で、でリアはかなりニャンギャンな音というご希望です。リアの方は特別にですね、長い 22mm というボールピースを使ってますので、かなりこう、もうこれ以上高さが低くできないぐらいの感じになっています。はい、というわけで、その分フロントのピックアップの位置を上げています。まずはフロントのグリーンからで、アンプは真空管のボックスの C4 で、歪みはいつものブルースドライバー PD2 になっています。で、ボリュームとトーンはフル10になっています。では、これが本音のリアですね。ポールピースの高さを変えてないフラットなので、結構高音が強く出ます。してあるので、比較的残響感ですかね。マイクロフォンに心配感じです。で、これをちょっと歪ませるとこんな感じ、クランチぐらいの感じ。Thank you.
私がもう少し歪ませてみるとこんな感じになります。Thank you.